何それ、ダサい。新しいフェーズに移ったんね。60年前に巻き戻せ。お、昔に戻る。めっちゃ食べてる。でも小さくなっとるね。体が小さくなったけん。すまない、ついつい食べ過ぎてみんなを待たせてしまったな。てか大きいままでさ、ジボニャンにもあげればよかったのに。フユニャン、さっきの話に戻るけど、あなたが助けたい友達って誰なの？それは君の父上のお父さんのことだ。それって私のおじいちゃん？そう、児玉文明だ。やっぱりおじいちゃんなのね。最初からそう言えにゃん。でもどういうこと？おじいちゃんはもう亡くなって。助けようがにゃいにゃん。いや、あるんだよな。俺と共に60年前に行ってほしい。60年前？でもどうやって？なんだそれ。この巻物石を使うんだ。これを使って時間を巻き戻せば、キルキルとその時代に戻れる。なんと、それが本当だとしたら、おじい様を助けられますね。大丈夫、歴史変わらん。さあ、ユナ、覚悟はいいな。これってもしかして今すぐ行っちゃう感じなんですか？行くぜ、巻き戻せよ。時間を巻き戻せ。はあ。こっちの許可を何も取らずに急に。こういう感じ。めっちゃあれやん。ドラえもんとかがタイムマシンで通る空間。おう、蔵が綺麗になっている。てか、ウィスパーが。早く乗いてあげて。ここは、60年前の獣本村だ。踏んでます。60年前？ってことはおばあちゃんが若い。踏んでます。ん？本当にタイムスリップしたのかな？自分で出れるんかい。だから踏んでるっつってんでしょうが。虫、それでも虫。この時代の文明といえば過去へ来たのだとすぐにわかる。めっちゃウィスパーわなわなしたんやけど。君と文明はよく似ているからな。おそらく文明は家にいるはずだ。早速行ってみよう。ちょ、いくらなんでも虫はないんじゃござんせん。かわいそう。ね、泣いてる。文明を探そう。蔵がめっちゃ新しくなったよね。あ、家の中？文明、どこだ？俺だ、フユニャンだ。家具も新しくなってそうかな。どうやらお留守のようですね。文明さん、どこ行っちゃったんでしょう。もしかしたら秘密基地かもしれない。秘密基地？魅力的な響き。俺たちの秘密の場所だ。この近くの森にあるから行ってみよう。秘密基地ってすごい楽しいよね。なんか男子のロマンみたいなとこがあるけど、私は女子やったけど、普通に小学生の頃作りよったよ。何、どういう姿。うおー、何あれ。カイマンに取り憑かれた人間だ。そっかそっか、昔はあれか、妖怪というかカイマンみたいなおったんやっけ。そういえばカイマ？それって何なの？人間。クフフフ、次はお前に取り憑いてやる。これは人間から見てもあの仮面ついとんかな。にゃー、なんか出てきたにゃん。え、何が出たの？妖怪ウォッチでも見えないんだけど。見えないのですか？この世のものとは思えないあの凶悪な姿が。あれがカイマ。通常の妖怪とは比べ物にならないほど邪悪な存在。え、あれずっと見えとった？私も今やっと見えたんやけど。人間に取り付き、人の中にある悪い心を膨らませ、お互いに喧嘩させてしまう。なんとおとなしい。近づいてきた。にゃ、こっち来るにゃ。
を乗り移られた。アフ、なんであんな仮面みたいなのになるんやろ。グフグフフ。ウィスパー、カイマン取り憑かれたか。こうなっては俺には手の施しようがない。え、どうしよう。そっか、フミちゃんには見えてないんよな、そもそも。出たな、カイマン。お、来た。これか、フミヤキ。これ主人公がフミちゃんかケイタかで、ここのキャラクターも変わるとかいうことはないか、さすがに。え、でも似とるよね、顔。いや、まあフミちゃんとケイタも似とるか。え、ってか普通にそういう物理攻撃で、この子には見えとるよね。昔の妖怪ウォッチがあるってことかな。はっ、私は一体何を。うわさらに。あ、まあ妖怪やもんね。出ていくかいま。おりゃ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 。けがご。はあ、はあ、よし、ガッツ。何それ、ダサい。世界にはびこる悪を撃つ。まあダサいって言っても昔やもんな。無敵王じゃ。ガッツ仮面。世界は友達。全部守るぜ。そういうテレビ番組があるんかな、子供向けの。でも普通に強い。にゃ、なんにゃ。妖怪を頼らなくても物理的に攻撃してカイマを追い払うっていう。ヒーローに休息はねえ、さらばだ。あれがフミヤキだろう。何？ひえ、村中から怪しい声が。ここにいては危険だ。とにかく秘密基地まで急ぐぞ。あれ、ウィスパーいつの間に目覚めとった。昔の家、お墓はずっとあるもん。なんか先祖代々って感じかな。はあ、しんどい。大丈夫かお兄さん。ん、ここ秘密基地。秘密っていうかめちゃくちゃでかいな。なんかすごい嫌なお面がある。なにこれ。ほら、あのお面めっちゃ嫌や。夜とか絶対見たくない。昼でも嫌やな。すごすぎん。秘密基地。あ、いる。秘密基地にめっちゃわさわさと入ってきたけど。なんでここまでそいつらを連れてきた。いや、やっぱあれだな、ケイタっていうよりはフミちゃんに似とるよね。やっぱ違うんかな、わからん。あー、その格好、さっき私をボコボコにした。外にいてはカイマに襲われる恐れがある。そうは思わないか、フミヤキ。フミヤキ？ではこの方がアイナちゃんのおじい様。おばあちゃんの言っていた通り、おじいちゃんってかっこよかったのね。フミヤキ、アイナはお前の孫なんだ。孫？何言ってんだ。あ、フミヤン、お前まさかカイマの奴らの石を使ったのか。ああ、60年後から連れてきたんだ。お前の助けになると思ってな。てか、この時代のフユニャンはもう普通に、え、この時代のフユニャンはおらんかったん。でも普通で毎日一緒におったよね。60年前から戻ってきたってことは、この時代の本当のフユニャンはどこに。助けなんていらねえよ。俺は一人でカイマと戦うんだ。あ、秘密基地とかあるけん、仲間となんかしようかと思ったけど、一人なんや。お友達のフユニャンに頼んで、はるばる未来からやってきた。あ、はるばる未来から来た。私たちの立場は。俺に友達はいねえ。こんなに広い秘密基地なのに。じゃあ、フユニャンはフミヤキ君の友達じゃないの。友達じゃねえ。俺は大事な用があって、しばらく出かけてくる。さっきなんか世界はみんな友達みたいな感じのこと言わんかった。
俺が帰ってくるまでにはお前らここから出て行っとけよ。めちゃくちゃ猶予を与えてくれる。おじいちゃんちょっと待って。やだな、もし本当に孫やとしてもなんかあんなに若いどころか子供よね子供なんか同じぐらいの年齢の子におじいちゃんとか言われるの絶対嫌やんね。絶対クラスメートぐらいの年齢やん。いや、もう誰もいないやん。すでに立ち去られた後みたいですね。野生児やな。めっちゃ足が速い。おじいちゃん足速すぎ。まあ、でも田舎の子って足速いイメージある。なんとなく。でもどこへ行ったんだろう。大事な用があるって言ってたけど。秘密基地に戻って調べてみましょうか。何か手がかりが見つかるかもしれませんし。うん。踏み抜きの手がかりを探そう。めっちゃいろいろと光ってる。これか、さっきの。世界は友達。あれ、これは。ほほう、これまた昭和のヒーローですね。踏み抜きがすごく憧れているヒーローだ。その名も無敵王者ガッツ仮面。へえ。愛とガッツと根性で世界にはびこる悪を打つ無敵王者ガッツ仮面。世界は友達、全部守るぜ。あ、そういえば、ふみやきくんが助けてくれたとき、そんなこと言ってた。ああ、ガッツ仮面の決め台詞で、ふみやきのお気に入りなんだ。友達はいないって言ってたのに。調べたところはちょっと消えてくれんかな。え、ちょっとこれで調べたいんですけど。違うんだよ。こっちからか？え、違うな。こうか。ふうにゃん、これって、妖怪ウォッチ。ああ、そのノートは、ふみやきがいろんな発明のアイデアを書き溜めたもので、え、おじいちゃんが発明しとったん、妖怪ウォッチって。最初に妖怪ウォッチを作ったのは、ふみやきなんだ。へえ、すごすぎる。先祖が。おや、妖怪ウォッチは、よっぷる社のスティーブ・ジョーズが作ったはず。よっぷる社？そっか、まだ出てないんか、この中では。妖怪ウォッチを作っている会社です。我々妖怪団では常識なんですよ。それよりもはるか前に第1号の妖怪ウォッチを作った。いや、正確に言えばこれから作り上げるのはふみやきなんだ。ふみやきが作った妖怪ウォッチ、あれさえあればカイマとも戦えるんだが。どういうこと？おお、どうやら昔の妖怪ウォッチではカイマの姿を捉えることができたようです。てか、フユニャンはこの時代からポンで現代にやってきたわけではなく、そのあ、そっか、60年が経っとったって言ったっけ。そっか、しっかり60年の歩みを見とんやな。でもカイマのいない現代では必要ないため、その機能は外されてしまったようですね。へえ、そうなんだ。ぜひもう一度ふみやきさんには妖怪ウォッチを作ってほしいものですね。うん。このノートによると完成直前までこぎつけているようだ。え、子供の頃にそんなとこまで行っとったん？あとは、時計の調子の、名前。時計の調子の漢字であやってくんや。に、大森神社と桜町鉄工所。この3箇所で部品を調達して組み込めば、妖怪ウォッチは完成するようだな。おー、本当に完成直前じゃないですか。では、我々でその部品を集めましょう。うん。もしかしたらその途中で、ふみやきくんとも会えるかもしれないしね。この3箇所はどれも桜町にある。桜町って確か昔の桜ニュータウンの名前ですよね。ああ、桜町へ行くなら汽車だ。熊本駅に行くぞ。汽車か。あの2人、カブトムシとクワガタはどっちがかっこいいかで揉めてるのよ。さっきからずっとあんな感じ。男の子って子供よね。そんなことを決めて何になるのかしら。え、どっちがかっこいいか気になるの？意外ね。それならあの二人に混ざってきたら。対決、カブトバーサスクワガタ。過去の熊本村でとある二人の男の子がカブトムシかクワガタかで大喧嘩。あら、本当に行くのね。行ってらっしゃい。私はよくわかんないし、ここでぼーっと眺めとくわ。
まえる系かな。あ、なんかどっちか選べっていう感じやね。多分多い方を捕まえてこいとか言うんやろ。とりあえず私は獣本駅に行く。ちょっと待って、学校に入っちゃいかんのね。なるほど。なんかあんなとこにキュッピーがおるな。でもまあ別に体力も減ってないし、そのまんま行こう。獣本駅周辺。うわぁ、古い。今結構なんか賑やかな感じになっとったもんね。やっぱ駅周辺は。みんなどうした？ずいぶんバテているようだが。ぜえぜえ、まさか村から駅までずっと歩くとは思わなかったにゃ。え、現代でもそうじゃなかった？ひいひい、この時代は駅までバスがまだ通ってなかったみたいですね。ふいにゃん、さっきのなんとか席とかでなんとかならなかったんですか？あれはワープではなくて、時代を超えるんじゃないの？無理だ。巻物席は時間を巻き戻す石。ただそれだけだ。それに、巻物席はもうない。え？先ほど最後の一個を使ってしまったからな。どうやって現代に戻るの？そもそも巻き戻すけん。それじゃあ、元の時代には戻れんねやろうけど。え？それじゃあ私たち、元の時代には帰れないの？心配するな、エリナ。打点60年こもっていたわけじゃない。あいつの力を借りてタイムスリップするんだ。何？妖怪？ぷぷ、そんな SF チックな妖怪、都合よくいるわけがございま。いる。どんな妖怪だ？俺の記憶が正しければ、あいつはこの辺りでよく休んでいたはずなんだが。アイナ、君も一緒に妖怪ウォッチで探してくれないか？獣本駅の周りを調べてみよう。待って、この辺におるな。え、こいつじゃね？違うん。獣本村まではしません。大丈夫です。こんな堂々通るやつではなかったか。あ、待って、そっか、反応するよね。ここか。誰？どういう状態？扉？かな？妖怪を見つけた。顔も何もない。開いたら顔があるんかな。うちの孫が桜町で仕事してるんじゃ。無事に帰ってくるか心配での。もうおばあちゃんたら毎日こうなんだから、夜には帰ってきますから、ね。毎日毎日こっから桜町まで行きよんか、大変やな。あれ、思ったより小さかった。雲海三面鏡。ご会長、ポクンなのよ。雲海三面鏡、久しぶりだな。あ、フィーニャン、しばらく見なかったけど、どうしてたの？フィーニャンと知り合いなのね。あれ、君、なんかフミヤキと似てるね。あいつの孫だ。お前の時間を移動する力を借りたいらしい。孫？へえ、そっくりだね。じゃあよろしく。めっちゃ受け入れが早い。どうも。雲海三面鏡と友達になった。あっちには普通の雲海鏡持ったけどな。お、妖怪大辞典の封印が一つ解かれた。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。これで移動するのか、この時代は。え、でも雲海鏡でも移動できるよね。え、もう友達になってくれるの？孫がいることとか普通驚かない？こいつは誰にでもすぐに心を開く明けっぴろぎの性格だからな。そういう問題？でもやりましたね。これで自由に現代と過去へ行き来できます。そっか、場所の移動じゃなくて時間の移動なんや、こいつは。なるほど。雲海三面鏡で時代を超えよう。過去と現代を行き来できるぞ。雲海三面鏡の力を使えば、現代と過去をワープすることができます。雲海三面鏡はこの一体しかおらん感じなんかな。時代を超えることで新しい発見があるかもしれませんね。
やとしたら毎回獣本村に来て雲外三面鏡に会う感じなのかな。雲外三面鏡の力を借りて二つの時代を楽しみましょう。元の時代に何かやり残したことがあれば一度雲外三面鏡で戻ってもいいぞ。さあ、これで余計な心配はなくなったな。桜町へ行こう。